滝文庫は、1915年から1927年まで、愛知県庭郡こちの町をあざ東のあざ河原のに存在した私立図書館である。繊維商社の株式会社だけ閉店によって運営された。1933年には、滝文庫の蔵書が滝実業学校に引き継がれ、その後滝文庫の建物は、地区公民館の滝会館として使用された。 建物は現存しているが、文化財指定はされていない。明治時代の滝平商店株式会社滝平商店の5代目社長だった滝信志郎は社会公益事業の実施に積極的であり、1915年には私立図書館の滝文庫を、1924年には滝実業学校を設立している。 滝の武士郎は1914年春に滝文庫の創設に着手した。庭郡こちの町を大あざ東のあ河原のにあった旧宅の土地を滝文庫に転用し、自らの蔵書を中心にして新たに購入した図書を加えている。1915年11月に建物が竣工し、同年12月に滝文庫が開館した。初代主館は高潔小三郎。当時は、 日本全国に大正天皇の御大典を記念した公立私立図書館が建てられており、滝文庫も御大典を記念して設立された図書館だった。愛知県の私立図書館としては、はず郡西尾町の岩瀬文庫、名古屋市東区の名古屋公衆図書館と共に三大私立図書館に数えられた。滝文庫は、こちの町市街地の西外れにあり、利用者は少なかった。 1934年の、こちの市場滝学園本館滝文庫派対象4年12月社会奉仕の一事業として講師、滝野武士郎氏がこちの町技東の事故定に建設したるものなるがその後これを本校に、陰景気広むばりしたるものなり蔵書1万1916冊あり、滝実業学校による滝文庫の説明1926年4月には、 滝実業学校が開校し、滝文庫は滝実業学校付属文庫となった。利用者が少なかったことも移行の一因である。1927年には桜井勘兵衛が二代目主管となっており、10月には滝文庫の蔵書の一部が滝実業学校内の図書室に移された。図書室の閲覧室は38坪、書庫は20坪であり、 1927年時点の蔵書数は9505冊だった。愛知県図書館協会は、地方原村の私立図書館としては、岩瀬文庫と共に最も優れたるものにして、将来滝実業学校校舎完成の上は、さらに独立の図書館建築の計画ありとしている。1926年には、図書館に先んじて滝実業学校本館が完成していたが、 1933年12月には、多岐実業学校付属図書館が竣工し、滝文庫の蔵書は、全面的に多岐実業学校の管理下となった。主な閲覧者は、多岐実業学校の生徒であり、休日や縁日などには多少ながら、生徒の他にも閲覧者があった。1927年以降には、足原恵明が蔵書の管理に当たっており、 1938年には滝文庫の蔵書すべてが付属図書館に移された。滝文庫の建物は地区公民館の滝会館となり、2000年代初頭まで使用されたが、老朽化のために現在は原則として立ち入り禁止となっている。天井や壁の一部は崩れており、庭園部分は荒れ放題となっている。2017年には、 港南市歴史勉強会や近隣住民が保存活動に乗り出し、3月中旬には庭の清掃作業を行った。同年には旧滝文庫の保存を目指す市民の会が設立され、建物の保存に向けた活動を行っている。講演会を行った、八代六郎海軍大正滝中学校、高等学校から東に600メートル、滝の武郎の本宅があった約3200。 平方メートルの敷地内に建てられた。倫理哲学、家政産業、医学、語学、電気、小説、子供向けの本など、幅広い分野の約1万冊を所蔵し、私立図書館として地元住民に開放していた。著名人を招いて講演会を行うことがあり、海軍大将の八代六郎や教育者の棚橋綾子などを招いたことがある。 1925年時点で1年間の計上予算は1200円、うち図書購入費は500円であり、維持費として基本財産金2万円を有していた。同時点での蔵書数は和刊書が1987冊、洋書が12,963冊だった。1933年刊行のこちの町の一般は蔵書数が約2万冊であるとし、 和漢東西の陳書大札が集められていると書いている。最も蔵書が多い時期には約3万5千冊があったとされる。水色の外壁が特徴的な木造平屋建ての建物であり、公園室、書庫、男女別の閲覧室、事務室などを備えていた。部屋の一つはシャンデリアのような洋風照明のある畳部屋である。愛知県文化財保護室は 滝文庫の建物自体の価値を認めており、また実業家が資材を投じて教育や人材育成を行った点にも歴史的意義があるとしている。1926年建設の滝学園本館、1933年建設の滝学園行動、1933年建設の滝学園図書館は、それぞれ国の登録有形文化財に登録されているが、 滝文庫は登録有形文化財に登録されたり指定文化財に指定されたりはしていない。ありがとうございます。